おはようございます。昨日の動画をですね、皆さん思いのほど見ていただけたようでありがとうございました。自分のためにというか、まったりと見た感じだったので、ちょっと申し訳ないなという気持ちが湧いてきまして、またツイッターの方でもフラクタルユーザーの目線から見たボス GT1000 コアの考え方ということで楽しみにしておりますということでコメントいただきましたので、そういう観点も交えてちょっと真面目に GT1000 コアのポイントをお伝えしていきたいと思います。それではですね、まず最初からこの画面から見ていきたいと思うんですけど、このボスの GT1000 コアはですね、一番その HX ストンプや FM3 と違うところのメリットとしては、フラッグシップの GT1000 と全く同じ DSP を搭載しているということです。これですね、このカスタムデザインドウルトラパワフル DSP って書いてありますけど、 32bit 96kHz の ADDA を搭載しています。まあ、この部分がね、まあ、一番売りになるんじゃないかなと思います。なんでかっていうとですね、 FM3 も HX ストンプもフラッグシップの DSP は搭載してないんですね。ヘリックスフロアに2枚の DSP が搭載されているところ、 HX ストンプは1枚です。で、 FM3 も全く違う DSP が載ってますね。っていうところから見ても、フラッグシップの能力をねコンパクトにしたっていう意味ではボスが一番魅力的なんじゃないでしょうか。で、さらに次のポイントは AIRD というテクノロジーです。オーギュメンテッドインパルスレスポンスダイナミクスというテクノロジーで、これはですね、チューブロジックっていう昔からボスが使ってきたテクノロジーの設計思想と同じ、それの拡張版みたいなものらしくて、まあ、簡単に言うと、他の IR とかシミュレーターとかモデリングっていうのはキャビネットとアンプの部分を別物として考えているんですよね。しかしその部分に関してはすごくこう相互に干渉し合うものであって、その相互に干渉し合っている部分を再現しないと本当にリアルなチューブサウンドは出ないんじゃないかっていうのがボスの設計思想のようです。それがこの AIRD というテクノロジーで、それが搭載されているということですね。で、さらにどんどんいきましょう。次のポイントは24個のエフェクトブロックを置くことができますということです。これ書いてあります。本当に全部数えましたけど24個ありました。すごいですね、これだけ置けるっていうのは大したパワーだと思います。で、続きましてコントロールモードが2つ搭載されていて、メモリーモードですね、このパッチをプリセットを上下に上げ下げして変化させていくタイプと、コンパクトエフェクターを個別で踏み替えていく。ボスは昔からこの2つの操作ができるように設計されています。もう1つポイントが、ステレオのインアウトと2つのセンドリターンループがついてますというところで、このステレオインプットは HX ストンプも実現してるんですけど、 FM3 はモノラルインプットになってます。で、センドリターンも2つということで、 HX ストンプはですね、センドがねステレオになってるんですけど、ジャックが1つしかないんですよね。 TRS のアウトプットが1個で、リターンの部分が2つあります。で、こっちはセンドリターン両方とも独立してますから、より自由度が高い使い方ができるということですね。これがフラクタルユーザーから見た最もポイントの高い部分だと思うんですけれども、このエフェクトチェーンがですね、4つのステレオパスがあるということですね。これはどういうことかっていうと、このエフェクト、まず1回線ギターから来たものがこのディバイド1で分かれて分岐するんですよね。で、分岐したものがさらに分岐をして2つに分かれる。またさらにディバイド3まで行けて混ぜることができる。で、これをミックス1、2、3 で戻して1つの系統にするってことなんですけど、これフラクタルで僕がよく紹介しているやり方が GT1000 コアでも実現できるということですね。エフェクトを受ける数も多いですし、 HX ストンプはですね、 DSP パワーの関係でここまでのエフェクト数は置けないので、そう考えるとかなりねパワフルなんじゃないでしょうか。さらにこのエクスパンデッドコントロール&ミディ IO ということで、まあ、単体のマルチエフェクターとかアンプシミュレーターとして機能するだけじゃなくて、総合的なサウンドシステムのコアとして使うことができるというところが挙げられます。入出力端子もたくさんありますから、拡張性は非常に高いと思います。さらにですね、このベースアンプとしてベースのエフェクターとしても使用できるということで、これまた同じようにですね、このベースモードにしてベースのエフェクターとして使えるということですね。まあ、基本的に今もうデジタル機材はほとんどギターベースの区別ないですよね。まあ、この GT1000 コアもシンセサイザーも入れられるようになってますんで、それは素晴らしいことだなと思います。そしてこちらです、ボストーンスタジオエディターライブラリアンってありますけど、この PC とかですね、外部接続でのエディターで音色作りをしたりですね、プリセットの管理をしたりすることができます。これはとってもね便利というか、もう今主流になっちゃいましたね。で、さらに IR が16個させるということで、これも必要十分ではないでしょうかっていうところですね。あと、ボスのマルチの素晴らしいところは、
パッチチェンジが早いです。これはもう文句ないですね。パッチチェンジで音切れとか音が遅れるってことはボスのエフェクターではほとんどないですね。そのあたりも含めてさすがの安定感だと思います。このあたりがボスのやっぱり魅力になってるんじゃないでしょうかね。というわけで駆け足で見てきましたけど、いかがでしたでしょうか。まあ、フラクタルユーザーから見た目線で言うと、やっぱりこのパスが4つになったっていうのは非常に大きいと思います。フラクタルを使ってるとそのパスが4つある、あるいは6つあるのが当たり前なんですけど、ボスがそこに踏み込んできたっていうのは見事なことだと思います。あとは細かいエフェクト音の好みとかセッティングの仕方とか、それぞれのニーズに合わせて作り変えていけばいいと思いますので、そういう風に考えてやっていけたらいいんじゃないでしょうか。あとはですね、ここに書いてない昨日紹介した部分なんですけど、インプットレベルをプリセット10個まで保存できるというね、仕事で使う上ではとても大事なんですね。というのもパッシブのギター、アクティブのギター、またベース、シンセサイザー、当たり前なんですけど入力レベルが全然違います。これをいちいちですね、その竿を差し替えるたんび、ギターをですね差し替えるたんびにレベルを調整していたら、かなり煩雑な手間がかかってしまいます。それをちゃんとプリセットしておけるっていうのは非常に実用的だと思います。ギターの持ち替えとかね、ステージ上での持ち替えでもそうですし、レコーディング中の持ち替えでもそうですし、それプリセットでチェンジできるってのは非常にお手軽ですよね。よく考えられた作りになってると思います。というわけでいかがでしたでしょうか。もう本当にね、各メーカー本気出してるなっていう感じの素晴らしい機材が続々出ていて、有名なメーカーのものは全て何使っても大丈夫だと思います。このボスの GT1000 コアは足元のセッティングをコンパクトにしたいとか、机の上に大きいエフェクターを置きたくないとかですね、そういう方にはすごくおすすめできる内容になってるんじゃないでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。